世界で最も有名な子ども向け教育テレビ番組といえばセサミストリートだと思います。そんなセサミストリートがレゴとして登場しました。こんにちは、ディースケです。ということで始まりました気になるレゴを紹介しようのコーナーでございまして、本日はレゴアイディアのセサミストリートをチェックします。1969年からなんと50年以上も放送されているアメリカの子供向け教育番組セサミストリートのセットになります。日本でも NHK でやっていた記憶があり、僕も小さい頃に見ていた記憶がうっすらとあります。実際に番組を見たことないって人でもエルモやクッキーモンスターなどのキャラクターがすごく有名なので知ってる方は多いと思います。時代を超えて愛されるセサミストリートですが、今回はレゴアイディアというサービスから生まれたセットになります。このレゴアイディアはレゴで製品化してもらいたいオリジナルデザインを世界中のレゴファンから募集して、厳選なる審査を通過するとレゴアイディアシリーズとしてレゴから正式に製品化される素晴らしいサービスなんですよね。しかも売上は採用されたデザイナーさんにも支払われることになっていて、もう夢のようなサービスなんですが、2011年に製品化第1号が発売されて、すでに35セットも製品化されています。レゴアイディアってすごくデザインがよくできていて、僕もすでに10個持っています。レゴアイディアに関しては概要欄にウェブサイトの URL を貼っておきますので、気になる方はぜひ見てみてください。それではレゴアイディアのセサミストリートをチェックしていきます。ぜひ今後の購入の参考にしてもらえたらなと思います。21324123セサミストリート、パーツ数は1367、価格はレゴ公式で 14,980 円、現在発売中となっています。いやー、よくできてますよね。小さい頃に見ていたうっすらとした記憶が蘇ります。建物は2つで、フーバーさんのお店と123番地のアパートのセットになりますね。消火栓やゴミ置き場、壁のウォールアートだったり看板だったり、レゴだけどしっかりセサミストリートになってますよね。いやー、よくできてると思います。まずはバートと兄エルモが住んでいるアパートから見ていきましょう。2階建てになっていて、しっかり3人分のベッドが用意されてますね。2階にはなんとお風呂のバスタブまでちゃんとついています。ミニフィグの足のパーツを取ってここに置けば本当にお風呂に入っている雰囲気が出せますよね。インテリアも置いてある小物も含み、全てが可愛いと思います。そしてアパートの外側ですね、しっかりビッグバードの住処が置いてありますね。小物もすごく可愛いです。こちらはゴミ置き場ですね。何の変哲もないゴミ置き場ですが、ここにオスカーを置くことでセサミストリートに大変身ですね。この街灯なんですが、セサミストリートのロゴと番地が入っていてすごくいいですよね。球体のパーツを使っていてすごく綺麗な街灯だと思います。そしてフーパーさんのお店になりますね。残念ながらフーパーさんのミニフィグはついてないのですが、小さいスペースながらすごいよくできていると思います。こちらも2階建てになっています。1階は店舗スペースになりますね。レジや商品が並んでいて、お店の雰囲気がよく表現されていると思います。カフェカウンターもついていて、外にはオープンテラスの座席もありますね。そして2階のスペースです。こちらはクッキーモンスターの部屋になりますね。かなり小さいスペースなのですが、インテリアや小物がたくさんあって充実してますよね。クッキーモンスターの持っているクッキーいいですよね。キャラクターは6体で、エルモ、オスカー、バート、アーニー、クッキーモンスター、ビッグバードがついています。すべて初登場だと思います。このセットのために作られたミニフィグになるので、本当によくできてると思います。完成度がかなり高いですよね。このクマさんのぬいぐるみとひよこも可愛いですよね。はい、ということで本日はレゴアイディアのセサミストリートをチェックしました。セサミストリートの世界がものすごく可愛く再現されていますし、小物もすごく充実していて、とても良いセットだと思いました。もちろん遊ぶだけでなく、インテリアとして飾っても素敵ですし、セサミストリートファンにもぴったりの大人向けレゴだと思います。以上、気になるレゴをチェックしてみようのコーナーでした。ご視聴ありがとうございました。これからもレゴの新作情報や懐かしいセットを紹介していきますので、チャンネル登録・高評価で応援してくれると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。